はい、どうも、毎日コリスです。今、友達と、フエラムネ当てゲームっていうのをちょっとやろうと思いまして、フエラムネのおまけで、このクリアロボ、期間限定のフエラムネあるじゃないですか。これが出た人が一番ポイントが高くて、あとは私の判断で、レアなおまけっていう順にこう、ポイントをつけていくんで、それで一番ポイントが高かった人が、まあ、勝ちという、まあ、謎のゲームをやっていきたいなと思います。全部で18個あって、今から3人でやるんで。1人6個ずつ開封して誰がポイントが高いか、こう私の判断でポイントをつけさせていただきます。で、今回私と勝負する企画、まずはラッパからしてみます。テンション高っ。そしてもう一人は今回初登場ですね、私のチャンネルで、アリアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、僕はちょっと一番やっぱり普段おまけに触れてる身なんで、一番最後に選ぶんですけど、どうします？ラッパカラスくんかアリア、どっちが先に？私で。アリアちゃんがじゃあ2番目で、じゃあ一番最初ラッパカラスくんから。ほそ全然箱とか振ってもらっていいんで。あ、じゃあそれいく？これでします。じゃあ開けてみてください。あ、え、同時に開けなくていいんだ。はいよ、一人ずつでいきます。はい、絶対当たります。はい、なんだろう。おー、クリアロボ出た。終わりだよ、もう終わり。やばー。まだ入ってるかもしんない。すごいね、普段買わないのに。よくわかったね。よくわかったね。じゃあ次はアリアちゃん。いや、もう終わりでしょ、このゲーム。一人目で出ちゃってんだから。1人目は外すんだから。普通はね、後半誰が当てるかみたいな。もう出ちゃったんだから、ね、とりあえずやってみようか。入ってるかもわかんないものを1個当てちゃってんだから、もう、はい、いきますか。お、来た、はい、これでいきますか。はい、自信は結構ある。あるわけねえだろ。普段買わないから、ね、一発目当ててやつがいいのよ。自信ありますから、ほんと。さあ、何が当たるでしょうか。かわいい手です。ん、え、動かん、動かない。動かないということは、終わったわ。動かないということは、あのおまけじゃないか。さっき何だったの？コマか。あー、やっぱり動かないんだよこれ、途中で。ちなみにクリアロボが4ポイントやったで、コマが1ポイント。おわー、止まっちゃうから。じゃあちょっと俺選ぼうかな。ハンデで一番最後に。もうやりようなくない？やっぱちゃんと早いな、やっぱり。普段から振ってからね。店で振るの？いや、店では振らないけど、自分で買った後に。買った後どうしてもやっぱ振りたくなっちゃうから。うん、これが、ロボット臭いんですけど、ただ、ロボットじゃない可能性の方が高いですね。で、とりあえずこれが怪しかったんで、毎日コリス開けていきたいと思います。あ、ごめん、ロボットじゃないな、これ。何と？なんで通し針なの？語尾が。ロボット以外ないからね、逆に。こちら。あ、お、これは、はい、これ指定生物シリーズのメカワンコって呼んでるやつですね。犬っぽいんだけど、顔がドリルだからメカワンコっていう呼んでます。これポイントは意外と出ないおまけなんで、3ポイントですね。こんな感じです。まずですね、ポイントの内訳として、クリアロボが今回4ポイントで、この恐竜ステゴザウルスが2ポイント、ウサギの髪留め1ポイント、昆虫シリーズのバッタ、これ2ポイントですね。で、アザラシの鉛筆キャップみたいな、これ2ポイントで、アニマル水槽のネズミ1ポイントですね。で、アリアちゃんですね。アリアちゃんはこのコマ、これ1つ1ポイントで3ポイントで、この別タイプのコマ、これが2ポイントですね。で、このでっかいサイ、メタキンっていうんですけど、これが3ポイント。で、トリケラトプスが2ポイント。僕が、このアニマルシーソーが1ポイント。パンダの髪留め1ポイント。これ、コマが2ポイント。メカワンコなんですけど、これが3ポイント。で、プテラノドン、これが2ポイントです。ということで、ラッパカラスの優勝です。あーじゃー。ということで、またね、こういうやる機会があったら、まあ、開封していけたらなと
思ってます。で最後に今回出場してくれたラッパカラスのアリアちゃんから一言です。やっぱり日々の積み重ねからやっぱり結果が出たんかなって自分は思ってて、やっぱり努力の賜物かなってでも個人的には思いますし、やっぱ負けちゃった2人はちょっとかわいそうだなと思うんですけど、でもやっぱ今後もちょっと頑張ってほしいなっていう気持ちがあります。すごいな、もう天狗になってるやん。じゃあアリアちゃん感想をお願いします。いや、クソつまんなかったです。ラッパカラスが一番最初にやっちゃったんで。そうですね、一番最初に当てちゃいましたからね、はい、全然楽しくないです。コマばっか、コマばっかしか出てないです。でも選んだのは自分だね。すごい選ぶやん。そうですね、まあ、今回は、まあ、こんな結果になりましたけど、まあ、まあ、次回また機会があればみんなで、やりたいなと思います。そうですね、はい、また。では、まあ、今日は終わっていこうかなと思います。では皆さんありがとうございました。